地下式横穴墓か。地下式横穴墓は、地面に縦湖を掘り、そこからさらに横穴を掘って、埋葬施設を構築し、その中に死者を葬る墓。5世紀から6世紀の古墳時代の九州地方南部、特に宮崎県南部から鹿児島県東部に現れた地域性の強い母性として知られる。古墳時代中期以降全国的な展開を見せる。 横穴墓が、丘陵の山腹や崖面をうがって構築されるのに、対し、地下式横穴墓は、大地上部の平坦地などで深さ2から3メートルの縦穴を掘り、縦穴の底から真横に掘削を進めることで、必ず地表面より、低位、地下に埋葬施設を構築することから、横穴墓との対比として、地下式の子が当てられる。 地下式横穴墓一揆が単独で造営されることは、ほぼなく、2から3揆、あるいは100揆以上で密集主群をなすのが通常である。したがって遺跡名は、地名地下式横穴母群とされる。また常実のように、数基の地下式横穴が、円形にグループを作る例や、円墳や前方後円墳などの高塚古墳の墳居に、縦坑を掘り、原出主軸を、古墳の墳長部に向け、 あたかも紛糾に従属、または紛糾を共有するように造営される例も知られている。最も多い副葬品は刀剣、弓矢などの鉄製武器類と弾き、椎木などの土器類であり、特に鉄属が品質する。鉄属の形態は、系統や尻が圧倒的に多い。他に蛇行剣、異様鉄器が多いことも特徴的である。また、玉類、武具、甲冑、 バグ、郷など、突出して豪華な服装品を持つものがあり、これらが服装される、地下式横穴墓は、前方公園墳にも引けを取らない、主張墓と考えられている。宮崎県小湯郡高鍋町大技上江の牛巻地下、式横穴墓群を北元とし、鹿児島県鹿野市良町の中尾地下、式横穴墓群を南元とする。宮崎平野部から、の城小林 海老野市などの霧島火山群北陸の盆地帯に展開し、霧島西陸の鹿児島県伊佐市の春、村地下式横穴母群を生誕とする。大隅半島では、宮崎県串間市から、鹿児島県渋市市、総群大崎町などの渋市湾岸と、大隅内陸部の鹿野市域に広がる。主な分布域からやや離れて、熊本県人吉市テントが、お遺跡で2基が検出され、 西北原がエビの盆地を越えて熊川流域に達することが明らかとなっている。宮崎、鹿児島両県での発見総数は1000基を超えている。特に宮崎県の最西端のエビの市地域では300基以上確認されている。宮崎県小林市の小木原、小木原地下式横穴墓群内の一市群、わらび地下式横穴墓群で発見された。 古墳時代前期後半から中期初頭に出現した予告知識土工房がその初原形態と目されている。その後、原質形状により絵型形と土工形に大きく、類別される二社が5世紀から6世紀を通じて、諸亜型地域を経由して各地へと伝播した。宮崎平野部、大隅半島支部市湾岸では、前方後円墳などの高塚古墳の分布域と重複し、 内陸部のエビの盆地、大口盆地付近では、地下式横穴墓と同じく南九州の地下式母星の一つである、板、石積石墓、地下式板石積石積墓の分布域とも重複する。地下式横穴墓の発見記録は、江戸時代から明治期まで遡り、桂川補修の弟、森島、桂川中からの著書、慶林万録には、1789年に、 日向国井の獅子の塚、宮崎県東諸方郡国富町本城で見惣う、ほっ農夫が、四方の壁を手で塗られた横穴に突き当たり、多くの遺物が出土したという記事があり、郷土市屋の瀬野口伝九郎は、これが、地下式横穴墓の文献記述の書室と見ている。近代になり、考古学の分野から研究が始められ、瀬野口伝九郎によって、地下式古墳の名が与えられ、 古墳時代母性の位置形式として捉えられるようになる。その後、移行の平面、断面形態の分類や変遷、服装品から見た変年の検討など、考古学的手法による研究が徐々に始められた。また、これに並行して、地下式横穴墓は、その得意な構造と、九州南部に集中分布する状況。九州南部が高塚古墳分布圏。 古墳文化圏の終焉に位置することから、文献上で古代律領国家から、辺境の絵部族とみなされた、ハヤトの墓ではないかとする見解が現れた。1960から80年代に入り、全国の古墳時代像が、総括的に論じられるようになる中でこの論は加速し、地下式横穴墓を、日向、大隅ヤトの母性、前述の遺体、執味石管墓。 地下式版一室未積失望薩摩人の母性、薩摩半島南部に分布する、立石土工房、あたはやとの母性と位置づける見解が相次いで出された。その成立要因については、同地が火山性土壌で、平野も狭く、稲作に適さない上、外界から孤立、隔絶した環境であるためとし、弥生時代以降の文化的な変化が停滞した、結果、独自の社会、 勢力圏が成立したと理解された。機内を中心に列島に、その支配権を拡大する、大和朝廷、古墳文化圏と、それに属さない加害の民、隼人という図式で描く、この、九州南部の特殊な地下式母星イコール、隼人の墓の認識は、広く、一般にも受け入れられるようになっていった。しかし、1990年代になって、地下式横穴墓に、 ハヤトを結びつける考え方は、果たして適切なのか、という疑問が、多くの研究者、特に、地元九州の研究者や学会から指摘されるようになった。文献上で確実に、ハヤトという古障が使われ始めるのは7世紀後半の天武朝以降とされるが、地下式横穴墓の流星は5から6世紀を中心とし、少なくとも7世紀の中頃までしか存続しない。また、 律料期に、ヤトと,と呼ばれた集団の居住域は、大隅国と薩摩国であり、日向国を含んでおらず、宮崎県南部から鹿児島県東部に広がる地下式横穴墓の分布が仮に防災を共通する同一文化集団の居住地を示すものであるなら、大隅国の在地住民は、ヤトであるが、日向国の在地住民は、ヤトではないことになる。これについては、そもそも、 ハヤとという存在自体が、当時の律令政府により、大陸に習った中華思想に基づき政治的、恣意的に創出されたものであり、在来勢力や民族的な差異によって生じた概念ではないため、とする見解が有力である。考古学の見地からも、高塚古墳軍と地下式横穴子軍が完全に共存関係にある、事例や高塚古墳の主要な埋葬主体として、 地下式横穴墓が取りつく例など、両母性の関係性が、大和対、在地勢力という対立構図で説明できない事例が増加した。このような流れで、文献と考古学資料の安易な結びつけや、少なくとも、アスカ、奈良時代の、ヤトの概念を古墳時代の地下式母性にまで波及させる考え方には、批判が強まっていった。1997年。 平成9年の宮崎高校学会、早々儀礼に見る東アジアとハヤトでは、地下式横穴とハヤトとを結びつける考えに否定的な意見が、考古学研究者、文献史学研究者双方から相次ぎ、1990年代末までには、地下式横穴イコールハヤトの墓という見解は、考古学、文献史学両面から主たる学説とはみなされなく、なった。 2000年代以降の地下式横穴墓研究は、発掘調査によって蓄積された膨大な湿度資料やデータを駆使し、より考古学的な方法で、古墳時代の中の一地域母性としての地下式横穴墓を検討するという向かいが示され、移行の形態による分類や複層品組成による変年論、分布展開論、高塚古墳との関係性に基づく、 地下式母性造営地域の社会構造論などが具体的に論じられるようになった。現在では、同母性の出現から発達、波及の過程などが明らかになりつつあり、古墳時代中期に高塚古墳の埋葬施設として横穴式石室が導入されたのと同じように、大陸からもたらされた横穴系母性の情報、早々観念と技術が当地では、 地下式構造を採用する形で取り入れられたのが地下式横穴ばかであり、決して他の地域から孤立、隔絶した風土の中に生まれた母性ではなく、朝鮮半島や機内政権との活発な地域間交流を通じて成立した母性であったとする理解が有力になりつつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。